二部制にしたんですね。そう、今日は二部制にしました。なんか2時間続けてやるとなんか話のネタがちょっと尽きちゃうなっていう昨日の自分的な思いがあったので、そしたらなんかみんなも楽しんでくれた方がいいので1時間1時間に分けようと思いました。ぜひカウントの方を皆様よろしくお願いいたします。あと種を投げてくださるととても嬉しいございます。ちょっとあれなんだっけ、目薬を持ってきます。目がシバシバする。お風呂に入ったわけではないのね。入ってないです。お風呂に入ってすっぴんでショールームをするっていうことはパスミには 200% ないですね。人にすっぴんを晒すっていうことがないですね。ましてやファンの人にすっぴんを晒すなんて、友達にもすっぴん見られたくないもん。親近者家族ぐらいにしかすっぴん見せない。家族ぐらいにしかすっぴんは見せたくないので、見て、ペコちゃんのペラペラキャンディー、いちご味を探そうと思ったんですが、なんとこれちっちゃいサイズなので2種類しか入ってなかった。オレンジとグレープしか、どんだけ探してもいちごは出てこないわけですね。さっき第1部で話したんですが、ずっとこれが食べたくて、夢にペロペロキャンディーが出てきて、これが食べたくて買ってきました。いちごが食べたかったよ、うーちゃん。うーちゃんまだうーちゃんは起きてます。あんにょんあんにょんあんにょん、うーちゃんあんにょん。まだ猫たちは起きてます。もうねねちゃんはおねむな感じ。美味しそう。第一部って握手会みたいでいいね。確かに一部とか懐かしいね。眠かった記憶。初見です、こんばんは。はじめまして、初見さん、いらっしゃい。トゥルル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 セフィー、イエイエイエイ。お金借りたいけど利息払いたくない。そんなあなたにプロミスのアプリ、ローン。ラッキーさん、ハートありがとうございます。
1、2、3、4、5、6、7、8、100個、ありがとうございます。曲かけてたらバンされちゃうね。めっちゃちっちゃい音でかけよう、バレないように、振りませんように。 OK、 おいしい、久しぶりに食べた。元ウェッジの方ですか？あ、そうです。今日は土曜日ですね。皆さん何かご予定はございますでしょうか？休みの人が多いのかな。うん、さっきぶり。さっきくしゃみしたときにベルを噛んでしまって痛い、血が出ました。劇場公演に行きます。何公演ですか？大西の事務所主催の生誕祭行きます。誕生日か。有楽公園で飴食べてると噛んじゃうんだよね。ずっと舐めてればいいんだろうけど、噛んじゃう。現在の順位58位、すごい。昨日から一気に上がった。遊園地も夢じゃないねその役出するとすごい面白い。遊園地も夢じゃないですね。何位で何が当たるっていうの、なんかざっと見たんですけど頭に入ってないから。
半分になっちゃった。かわいい。もうなんか最近さ、中国人の美人な人を見るのが大好きで、中国人の人って本当に綺麗だよね。ふっくんくん、人気めちゃめちゃハマってる。少しだけど星協力します。ありがとうございます。こんばんは。なんか最近中国人の美女をすごい見漁ってます。上海48にいたキクちゃんとかを筆頭に、みんななんかすっごい色白でさ、鼻がスッとして、中国美人は意外とメイクは濃いですね。キリッとした眉毛に結構濃いアイメイクに真っ赤なゴキブリで、めちゃめちゃ綺麗。可愛いっていうんじゃなくて綺麗。アンジェラベイビーも大好き。マジで美しい。中国美女より綺麗です。それはもうフィルター、フィルター。うん、熊風船がいっぱい来た。かわいい。インテリアクジさん、1,2,3,4,40個。これ消えないで残しておいてほしいよね。消えるの早くない？残しておいてほしい。足がやたら長い日が。というかこの間さ、ひじとも話してたんだけど、最近の子は足がみんな長すぎる。ギョン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 、なんか足が長い、足が長いですよね。今時の子たちは細くて身長も高い、硬い。ショールーム慣れてきたね。もう慣れました。
レインボースター金子さんありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。Like a pilot. なくなっちゃう、見て。まあ、より目だったかすみ。ランクアップ。54位。54。出張で行ったけど来るの少なかったよ。まあでも芸能人は履歴ですよね。ヘリコプター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 か。今は食事制限を何もしてないので好きなものを食べまくってます。目標はないですか？目標は目標はもちろん1位です。で、言いたいところなんですけど、昨日ショールームが終わった後に他の人が初めとこの同じイベントやってるので見に行ったんですよ。ランキングなんかさ、投げるさやつでさ、なんか3つのランキングあるじゃないですか。なんか熊のぬいぐるみランキング1位の人と、なんかの1位となんかの1位、なんか3部門のランキングがあって、あとなんか総合ランキングとか何ポイント以上のランキングみたいなあって、ちょうどそのランキング1位の人がやってて見に行ったんですよ。そしたらなんかちょっとレベチな感じだったんですよ。ポイントの集め方も、このなんか熊のぬいぐるみの投げ方もなんか尋常じゃないぐらいすごかった。うわってちょっと圧倒されました。ちょ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 、だからなんかあれだよね。だからかすみは今回はあれですかね、アバターを作れる、アバターで発音合ってますか、アバターを作れるように頑張りたいと思います。50万ポイントアバター券が、しかも今回はぎっくり腰でだいぶみんなよりもスタートが遅れてしまったので、ちょっ
ちょっと皆さんに負担をかけるのもちょっとあれかなと思うので、私はアバター系を狙っていきたいと思います。お、なんかみんな投げてくれて、マカオのリュウさん1、2、3、あ、ずれちゃった、ちょっとこれ後で計算しよう。クロちゃん音符ありがとうございます。すごいポップコーンがいっぱい。かなりの出遅れですよね。かなり本当は11月8日からイベントが始まってて、あの前のショールームから来てくれてる人は分かると思うんですけど、私何なら10月の末から準備してたんですよ。勘違いしてて、日付を10月末からなんかイベントスタートって思ってたんですけど、はじめの勘違いで11月8日からと思って、当日からショールームをやろうと思ったら当日の後ぎっくり腰になりまして、そこから2日間ぐらい寝込んでおりまして、せっかくイベントだっていう気持ちだったのにだいぶ出遅れてしまいました。1、2、3、4、5、6、7、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、違う違う、こっちで見ればいいのか、せや、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、あ？25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、31？マカオのリュウさん、41？410 ってことか、410個。ポップコーンが400個も、嬉しい、ありがとうございます。ちなみにかすみはキャラメルポップコーン一途です。BPM さん123、1、2、3、4、5、50個ポップコーンありがとうございます。チョコチップさん、お、レインボースターありがとうございます。チョコチップアイスクリームが大好きです。インテリアクダさん、なんだっけ、ポップコーンありがとうございます。キャラメルポップコーン美味しいよね。キャラメルポップコーン一筋です。ビニちゃん、アイスだと何が好きですか？一番前髪がやっと伸びたん、切りすぎちゃって2週間ぐらいかかった。変装ビーチ、ちょちょちょ、しっぽさん、くまちゃんありがとうございます。ありがとうございます。君君に、トゥトゥトゥ
ありがとうスタンプありがとうスタンプ、ありがとうございます。ありがとうにありがとう。こんばんは。おっさんインパワーウェーブチーム。ハーゲンダッツ食べたい。ハーゲンダッツはあれが好き、クリスピーみたいなやつ、なんかサンドされてるやつが好きです。楕円の。はじめは最近もうピノ一筋、ツツツツピノが大好き。なんか冬場はさ、濃厚なやつが食べたくなるよね。あぎ、あぎさん、あきかと思ったらぎだね。あぎさん、レインボースターありがとうございます。10個。クロちゃん、レインボースターありがとうございます。8個。しましまうまうまば、何それ、しましまうまうまば、なんか名前だけだとあれだね、なんか地方のものみたいな名前。しましまうまうまば、キャラメル味が美味しい。塩キャラメル、キャラメル、シャーベッチ、シャーベッチ。セブンで売ってたよ。まだ見てない。ということでピノを持ってきます。おいしょ。曲がりさん、曲がりさん、レインボースターありがとうございます。当たり出るかな。ここ最近ずっとピノなんですけど、当たりは出ておりません。なかった。全部丸。サクッと食べれてみて。ツツ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 。
のお母さんもマスミのポニーテール推しなんですよね。ゆるく締まったポニーテールが似合うんじゃないってマミーが言ってた。どうですか、似合ってる？ポニーテール大好きです。本当にみんなポニーテールの方が好き。ちょうどランクアップしました、ポニーテールのおかげ。みんなポニーテール好きなの？ポニーテール大好きマン、かわいい。みんなポニーじゃないんだね。みんなポニーテールが好きということで、じゃあ髪は縛ってこようと思います。でもまだちょっとスウェットだからこの人全身映りたくないの。そこで洗面所なんですよ。え、ゴムどこだったっけ？謎でしかない。これなんでね、いつも半開けかというと、ここの光がないとね、さすがにね顔が真っ暗なので、ちょっといつも光をいただいてます。よいしょ。サシちゃん特別似合うのよ。本当？そんな？みよっち、くまさんありがとうございます。でもポニーテールにもさ高さがあるじゃないですか。どこら辺の高さがみんなお好みですか？かすみは高いのが好きなんだけど、高いのって衣装とかには合うけどプライベートにはあんまり合わないなって思ってて、衣装の時はすごい高くしてます。衣装を着る時とかは超高くする。高いの大好きなの、高いポニーテール。衣装を着る時はこのぐらいのパサーっていうポニーテールにする。なんか前のダンスビデオの時もそうだったんだけど、ダンスの時で適当に縛る時はここら辺耳上ぐらい、プライベートでお出かけするとかの時はもう大人なので割と低くまとめる。ここら辺でくるってまとめます。最近やってない。やっぱ男性ってさポニーテール好きな人めっちゃ多いよね。男の人は揺れるものに弱いって言うじゃないですか。フラフラするピアスとかポニーテールとかゆらゆらするスカートとか、やっぱりその通りなんですね。前髪が似合う時ポニーテールに似合わない。
確かに確かに、あ、そう、本能らしいですよ、男性の。高めにしました。ポニーテールで配信したらランクアップ間違いなし。お、言いましたね、今日の配信で。じゃあドカンとランクアップすることを願って、みんなのためにポニーテールにしました。ポニーテールはネックラインが見えてこそ光ります。ネックラインって首か。こうやって言ってさ、どんどんみんなの要望を叶えていった、霞の布がどんどんなくなっていきそう。首が見えた方が、鎖骨が見えた方が、首元が見えた方がって言われて、キャミソール1枚になっちゃう。こんな寒い中、ちょっとピアスつけてないからなんか物寂しいですね。最高、ありがとうございます。最高した。長くない？あ、なんかさっき書いてあったよね。ポニーテールは顎と耳を結んだラインの延長線で結ぶとバランス。顎と耳を、あ、こういうことね。あ、ちょうどじゃん、ちょうど。はい、黄金ポニーテールです。お手本だよ。男性が好むこの首と顎の、首と顎じゃない、首と耳の延長ポニーテールに、この揺れる髪の毛、これで男も一から。ぜひ女性の皆さんぜひ女性の皆さんはやってください。最強ツインテールなら黄金ポニーテール、そうだよ、黄金ポニーテールです。あんまきちっとせずに、かすみはゆるっとするのが好きなので、こう引っ張ってゆるゆるにしないとちょっと気持ちが悪い。でもゆるゆるしすぎてもね、頭でっかちみたいになっちゃうので、結構バランスが大事ですね。ちょっとぼっこりしすぎちゃった、引っ張りすぎちゃった、ちょっと引っ張りすぎた。トゥルルルルルルル、お、最高スタンプ BPM さん、ありがとうございます。ガスチャのポニーテール最強、嬉しい。クロちゃんスタンプハートありがとうございます。マカオのリュウさん1、2、3、4、5個50個、ポップコーンありがとうございます。なんかまた引っ張りすぎちゃう。何これ、このさ、引っ張るとこのボコってさ変になっちゃうと頭の形おかしくなっちゃう。なんかうまくいかない。とりあえずピザも食べよう。下手くそじゃない、このポニーテダメだね気に入るまでやり直します。
パノラマだ。そうです、パノラマ中。鬼転すると気合い入ってる感じがする。カスちゃんって超キャキャされちゃうかも。最近ほんとカスちゃんって呼んでくれる人が増えましたね。カスミンもカスちゃんも可愛くて気に入ってます。カスちゃんの方が可愛い。でもカスちゃんを広めたのは佐藤のななみちゃんと谷川のひじりちゃんがカスちゃんカスちゃんって最初から呼んでた。そこの2人ぐらいかな。でひじが最近も呼んでるからみんなカスちゃんって言ってくれる。ひじのママもカスちゃんって、ひじのママと LINE またしてたんですけど、ひじのママにあれ言ったっけ、かすみひじのママに自撮りを送ったっていう話を。ひじのママに、あ、リンリンも呼んでた。そうだ、リンリンもかすちゃんって言ってるわ。中野のイクミンも最近かすちゃんって言ってる。初見です、こんばんは。ひじのママのことはなんて呼んでるの？名前で呼んでます。直接本人には言ってないですよ。ひじママにはひじママって。こんなもんか、なんかうまくいかないな。なんやねん。でひじのママにかすみとひじの自撮りを送ったんですけど、あ、この話した気がするな。かすみのエマのダンス動画と二人の自撮りをひじのママに送ったら、かすちゃんありがとうってひじママが送ってくれました。仲良しですもん。お、引き出し、お、いい感じ。食べ終わっちゃった。あとで自撮りくださいませ。大変なのがポニーテールって自撮りが難しいんですよ。発音的になんか自撮りがねなかなか盛れないの。不思議な話ですよね。
久しぶりにモーギさんを見た気がする。お久しぶりです、お久しぶりです。モーギさんって言われたのも久しぶりや。そういえばイベントの後ラーメン食べに行ったの。ラーメンね、食べました。イベントの後食べてないな、食べてないな、確か食べたっけ。寒くない？マイキーとはもう呼ばれないの。呼ばれないですね。なんかマイキー呼びはあんま馴染まなかった気がするな。ご飯の匂いがする。動画つけてるから平気かな、もしかして後ろ閉めても。ここ開けてるとね、寒いんですよ。あ、平気そう。やったじゃん。平気そう。あ、よかった、YouTube のおかげで顔が明るく映ります。チカチカしてるけど。マイキーって言うと東京リベンジャーズが出てくる。え、そう、それなんですよ。かすみも、かすみ東京リベンジャーズも見てないんだけど、それにマイキーが出てくるじゃないですか。それでかすみも昔マイキーって呼ばれてたなと思って、でその時かすみちょうど金髪だったので、なんかちょうど同じその東京リベンジャーズのマイキーと同じ髪型みたいな感じだったから、親に、親じゃない、誰だっけな、親かな、親じゃない、友達に言われました。本当にマイキーだねって。髪型も髪色も名前も。イベント前にラーメン食べたいって言ってなかったっけ。言ってた。その時食べたかったんだろうね。すごい、なんかラーメンが食べたいっていう波がさ、たまにあるんだよね、かすみには。50回と完了です。同じ名字の人に会ったことある？ない、ないですね。でもファンの人が、学校の先生が同じ名字だったって言ってました。でもかすみの家族には、あ、家族じゃない、あの親戚には教師がいないので、血縁関係の人間ではないので。かすみさんはニンニンネーム定着しなかったイメージね。ガセもそんな感じ、そんな定着したなっていう感じはしなかった。 What's time? え？もう12時56分なの？ま？早くない？もう50分経ったの？本当に？え？マジ？あれ、50分間そんな喋った？え、びっくりなんだけど。早くない？まずピノしか食べてないんだけど、ピノ食べてひたすらあれだよね、なんだっけ、ポニーテールしてた。まずポニーテール50分間ぐらいやってた？本当に？時間バグってる、これ。何これ、そんなことある？あっという間だね。本当にあっという間ですよ。
延長する、延長はしないけど、でもあれですよね、星のタイミングがあるから、どっちにしろちょっと長くやった方が有効的。なんですかね。1時間だから12時5分からやったから、どっちにしろ眩しい。1時5分まではやるつもりではいたから、1時5分までやるんだったらあれですよね、星投げのタイミング、星集め、星投げタイミングを待ってた方がいいから、1時20分ぐらい、1時15分、20分までか、1時20分までだったらあれですか、効率よく参照できる人がいるってこと違いますか。そうだとしたら20分までやろうかなって思うけど、そうじゃなかったらちょっとやっぱ1時間1時間に分けた方がいいですね。あ、11月13日の配信するよ。そうだよね、本日は土曜日なので日中にやろうと思ってます。午後が予定がちょっとあるので日中配信、すごい、あの MV のおかげでかすみの顔もいろんな色に光ってる。11月13日は日中にやるから、何時にやろうかな、日程を、ちょっとまた逆算します、予定を考えて逆算する。寝そう。ファンルームにも大抵の告知してくれるとありがたい。お、了解です。了解。ちょっと待って、寝てないからね寝てない、今時間を計算中。眠くてね、今頭が回んなくなっちゃった。配信予約入れただけ、いや、ワンルームに入室しただけじゃ通知が来ないの。え、予約入れてもさ通知いかないのか。ワンルームに入室しただけじゃ通知が来ない。でもさ、ファンルームにコメントしたら通知行きませんか？行かない？なんかかすみ自分のさ、あ、違うか、寒くなっちゃった。ファンルームにコメントして初めて通知が届く。あ、そうなんね、コメントしたら通知は行くんか。クロッケンのヘッド、ちょっと待って、今時間考えてたんだよ。
考え事するときってさ、目つぶって考えないとさ、考えられないよね。ちょっと待ってね。でしょ？1時から2時、3時から4時。おう、OK。明日は日中ですね。日中の13時から14時。1時から2時、3時から4時。で、配信したいと思います。明日は1時から2時、3時から4時でやります。了解です。ぜひお時間が合う方は遊びに来てくれると嬉しいです。ただポニーテールの自撮りと一緒にスケジュールをツイッターに上げておいて、ツイッターにもあげますね。ファンルームにも、ファンルームにもあげるので、ファンルームもチェックしてください。あと推薦コメントもよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ルームリスアギーさん、レインボースター10個ありがとうございます。あと15分で終わりにしたいと思います。一気に眠気が来た。こんばんは。寒くない？本当にすっごい寒いんだけど。寝てる猫たちが隣で、ちょっと映してあげる。休みます。いつ
今っていうかいつもソファーで配信してるんですけど、だいたい隣に猫がいるんですけど、ニャンたちが今隣で寝てます。チラリラリー、可愛くない？ここで寝てるの2人で、ふーちゃんとアメちゃんです。すやすや寝とる。寒いからね、くっついて寝てるの、こういう寒い時期は丸まってんに、あれ2人の絵面でランクアップしました。猫団子してます。気持ちいいって。猫たちが寝ており、わーい、見て今の顔スリスリうーちゃんがしてた。かすみが邪魔だな。かわいい、かわいいね。うーちゃん見て、このうーちゃん赤ちゃんみたいなんだけど、よいしょ。チャン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 。まあバープーポーバープーベイビーポー。うん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 。かわいすぎる。かわいいよね、本当に。お、ポニーテールしたら収まりがいい。寒すぎるのでちょっと肌の面積をなくしていこうと思います。かわいいでしょ、猫のこの感じいいですよね。寒くて一緒に寝てる。かしも混ぜてほしいもん。なんか寒くてみんなベッドに来るんですけど、それがもうねあったかいのよ。ぽっちゃんとかが一緒に横で寝てくれると本当にあったかい。ただの癒し。なんかあれなんだっけ、名前が湯たんぽみたい。そう、湯たんぽ代わりになるんですよ。今日もお風呂に浸かりたいね。お風呂に浸かって温まって寝ないと風邪ひいてしまう。寒すぎ、寒すぎ。ムーラムーラムーラリソン。あと9分。です。眩しい画面が。死んだ。嬉しい、嬉しゅうございます。今日は
そんな花粉がひどくないのかな。全然クションクションしてない。昨日はほんとひどかったね、かすみちゃんの花粉症が。ちボタボタしてないと眠ってしまいそう。まーちゃんあとまーくん、すごいぼーっとしちゃう。かわいいね、うーちゃんね。うーちゃんかわいいね。うーちゃんかわいいね。うーちゃんかわいいね。うーちゃんあたたしてるの？あたたあたたしてるの？あたたあたたしてるの？かわいい。眠いんだって。みんなぬくぬくしてる。一緒に混ぜて。かわいい。あ、嫌なの。やめなくしてもいいじゃん。かわいいね。かわいい。ちょっとこれどうにか映せないかしら。あ、かわいそう。ちょっと予行練習してみよう。ちょっと予行練習しますね。ダメだな。あ、ダメだダメだ。うーちゃんが起きてしまった。うーちゃん起こしてしまった。おや、あ、みんな起こしてしまった。あんな可愛く寝てる二人を起こしてしまった。みんなに。大惨事。パソコンを落としてしまった。パソコン壊れてないよね。なってたの？テレビじゃない、携帯。テレレレレン、テレレレン。パソコンを落としてしまいました。放送事故ですね。でもなんか映っちゃいけないものが何もなくて、しかもなんか一気に画面が明るくなった。パソコンをこうやっておけば明るく映るよね。今ちょっと何分か見えない。あ、16分になりました。最後の最後に騒がしくなってみんな逃げちゃった。チッキショー。
今落とした衝撃で私のパソコンに各国の時差が出てきました。パリがマイナス8時間、シドニーがプラス2時間、どこクパティーノって、クパティーノが出てきたんですけど、クパティーノってどこ、クパティーノが昨日の17時間、どこクパティーノって、クパティーノマイナス17時間だって、結構正反対に位置してる。よいしょ、化粧品もいっぱい落ちてしまいました。よいしょ、割れてないかな、無事でした。18分、そろそろエンディングのあの曲歌いましょうか。そうですね、最後に、最後に一曲お届けして終わりたいと思います。それでは聴いてください、団子さん兄弟。うーちゃん、うーちゃん、団子、うーちゃん起こしてしまいました。んにょん、赤ちゃんうーちゃんです、赤ちゃんうーちゃんです、見て赤ちゃんうーちゃんです、かわいいんですよ、赤ちゃんうーちゃんです。うん、どん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 、おやすみおやすみうーちゃん、おやすみおやすみ、ねんねねんねねんねんころりねんねんころり、うーちゃんねんね、うーちゃんかわいいでしょ、ほら本当に赤ちゃんみたい、ねんねねんね、うーちゃんねんね、うんじゃうんじゃ眠いよね、やめろって。そんなこんなで最後にランキングを発表していきたいと思います。もう1時20分、みんな寝寝の時間ですね。13位からいきましょう。13位、もーもーさん。12位、よもやよもやださん。11位、おっさんさん。10位マックス鹿児島さん。9位みよっち。8位群馬ニアさん。7位こうさん。6位 BPM さん。5位クロちゃんさん。4位しっぽさん。3位マカオのりゅうさん。2位アギさん。1位インテリアクザさん。鼻こい。てな感じで本日もご視聴いただきありがとうございました。本日は第2部に分かれて放送させていただきましたが、いかがだったでしょうか。ってな感じで、イベントは14日までなので、明日も明後日も、明日13日ん、そうじゃんね、明日13日か、土曜日日曜日でイベントは終わりですが、最後まで頑張りたいと思います。それでは本日もありがとうございました。明日は1時2時3時4時でショールームしたいと思います。ファンルームと推薦コメントよろしくお願いします。あとツイッターもよろしくお願いします。フォローもよろしくお願いいたします。ってな感じで本日もありがとうございました。暖かくして寝てください。消えちゃった。おやすみなさい。 Good night。 それじゃよー。